集まる家私の実家は新築の頃からいろんな音がする家でした今で言うラップ音は当たり前でその他に耳元で男の人のうなるような声がしたり夜には スリッパで階段を上がる音がしたり、高校生の頃、友達が試験勉強で泊まりに来た時には、深夜2時過ぎ、パタン、パタン、パタン、と、2階にスリッパでゆっくりと上がっていく音を二人で聞き、聞こえたよね、と、 気のせいではないことを確信しました結婚して第一子を産んだ私は実家で産後を過ごしていました21時我が子を寝かしつけに2階の寝室へ行きました残暑の厳しい年で 踊り場の窓を開け、寝室のドアも開け、風通しを良くしながら、娘に添い寝をしていると、踊り場の窓の外から、かすかに子供をあやすような女性の声がしてきました。わらべ歌を口ずさんだり、笑ったり、話しかけたり、それに応える 子供のぐずるような声。窓の外は畑を潰した後の腹っぱになっていて、なかなか人が立ち寄るようなところではありません。こんな夜に子育てに奮闘して、外まであやしに来てるんだ。大変だなと、親近感さえ、 わきました。やがて子供は機嫌が良くなったのか、ぐずる声から笑い声に変わっていました。とびきり甘える声。優しい母の笑い声。暖かく幸せそうな声。そのうち、 我が子も眠りにつき、私は開花を片付けに戻りました。そして次の日、二十一時、娘を寝かしつけに二階の寝室へ。昨夜と同じ窓を開け放し、寝室のドアも大きく開けて、娘に添い寝。 少しすると、また昨日と同じように、わらべ歌が。子供のぐずる声、話しかける女性の声、笑い声。昨日よりも、はっきり聞こえてきます。今日も外か、大変だなぁ、と。 私も一緒にそのわらべ歌のメロディーを聴きながら娘の髪を撫でその愛おしさに共感していました三日目二十一時同じように娘を寝かしつけているとまた声が聞こえてきました昨日より もっと近くにそう、だんだんと声は近づいてきているんですまた今日も毎晩少しずつ言葉も聞き取れるようになってきましたどうして ダメでしょう <laughs>。私は少し怖く感じてきました。四日目、踊り場の窓を閉めました。ドアも閉めました。ですが、前日よりもっとはっきり聞こえてきます。 窓のすぐ下、横で、声がする。でも、ここは二階。私は娘を抱きしめたまま、声が遠のくのを、じっと待ちました。五日目。声は外からではなく、開花から、 聞こえてきます近いもうそれはこの世のものではないと気づいていました怖い怖い息遣いさえ聞き取られそうでスムーズに息ができない娘が 声を出すたびに、お願い、静かにして、と言っていました。ようやく声が聞こえなくなり、私は海下へ降りることすらできませんでした。六日目、私は主人に、 実家に一緒に泊まってくれるように頼みました。以前から心霊体験の多い私に慣れている主人は深く聞くこともなく泊まりに来てくれました。その日は一階の居間に22時まで主人と私、娘の三人で過ごしました。 娘は静かに寝息を立てています。もう大丈夫だろ。う、二階に行こう。主人が言い、娘を抱いて先に階段を上がって行きました。後をついて階段の手すりに手をかけ上がろうとすると <laughs>、 けたたましい女性の声がします。女性は、どうしてどうしてと何かに問いかけています。昨夜までの優しい声とは違う。笑っているけど悲しい声。歌声すら悲しい。 主人を引き止め、引かないで、声が。と言うと、主人は、何が、何も声なんか聞こえないよ。と。するとまた、うー、ん <noise> ー<声>、んと、歌声が。 ほら、また、うーん、聞こえないよ。私にしか聞こえていない。こんなにはっきりと聞こえてるのに。そのまま二階へ行くと、いつもと変わらない部屋。その後、 数日主人に泊まってもらい、あの声が聞こえることはありませんでした。あの日、二階に、そのまま娘と二人だけでいたら、あの声の主は部屋まで入ってきたのでしょうか。後日、霊感の強い友達があなたの家は、 通り道になっていると言っていました。また違う何かがやってくるかもしれません。これは忘れられない私の心霊体験の一つです。 この体験は冒頭の体験した人後日談に分かれています後日談の方は人に伝染し同じ体験をする可能性があるので個人の責任で閲覧してください 5年ほど前に私が体験した心霊体験のお話を聞いていただきたく投稿させていただきます。F 県 M 市のとあるダムについてのお話なんですが、まだやんちゃだった高校生の私と、当時よくつるんで遊んでいた不良グループ7人で流行っていた 肝試しをすることになりました。夜中によく遊んでいた友人 A の家に集まり、場所を決める際、携帯で調べていたんですが、隣町のダムの向かいの家で、昔、焼死した人がいるらしいという話が出てきました。 その他にもいろいろな案はあったんですが、そのダム自体も心霊スポットとしてある程度有名だったので、一石二鳥だなと、結果そのダムに車二台で行くことになりました。隣町なのでさほど時間はかかりませんでしたし、道中はグループみんなで今度は 当たりだといいな、など、ふざけ合う余裕もありました。ダムの近くのコンビニを曲がり、山に進んでいき、小さめの橋を渡り、また坂道を行った先に、ダムがあるわけなんですが、橋を渡り切ったとき、私と、その他の友人、二名が、続々、 何かを感じたんです。うーわ、ゾクッとした。これ、マジモンの心霊スポットだぞ。と、ふざけていたのもつかの間、ダムの駐車場に到着。少々の霧がかかり、寒い、暗い雰囲気も相まって、みんなの期待値は、 最高潮でした。車を降り、最初にその焼死した家と思われる前まで行きました。ここなんじゃね特徴合ってるし。と、友人 A が言いました。それから10分ほど待っていたんですが、 何もなく。道路を挟んで向かい側のダムにも行きましたが、何もなく。結局何もねえのなどうすると、私が言うと、とりあえず道が続いているので、先に進む。と、意見が出たので、行くことになりました。 奥に民家らしき家があり、そこまで向かいました。民家まで着くと、ちゃんと人が住んでる雰囲気があるので、ここ、心霊スポットじゃなくねと、A がいい。みんな落胆しながらも、来た道を戻り、消死した人の家まで戻って、座り込んで、 縁になって、おのおのたを吸って休憩していました。かれこれ着いてから30分ほど心霊スポットにいたのですが何もなく、私たちはこの後の予定を考えていたとき、縁の中央で小さい声が聞こえました。 俺と友人 A は顔を見合わせ、んなんだ今のと話していたんですが、まあ気のせいかと思い、またしばらくしてドライブしながら帰るか、と立ち上がろうとしたとき、ふっふっふ。と私たちではない老婆の声が、 声ましたその声はみんなが聞こえていて、うわ、やべえ、逃げようと、一目散に車に飛び乗りました。道中の記憶もないほど焦って逃げてきた私たちは、先ほどのコンビニまで戻りました。 A の車には乗らなかったので、詳細はよくわかりませんでしたが、ブレーキが効かなかったり、車の中から手形があったらしいのです。焦ってアクセルとブレーキを踏み間違えたり、そのせいで車の中でごちゃごちゃになり、友人の誰かの手形が窓についたのだと考えていたんですが、 外からの手形もあり普段使う時に触れない部分までついていましたあの時は言葉を失いましたその後は予定通りドライブをして解散をしましたその日はここで終了です ここからがご実談になります。再度申し上げますが、この先は閲覧注意、個人の責任でお願いします。その出来事から一年後の同じ時期に、A と夜飯を食べに出かけ、帰ってゲームなどをして、 時間を潰すなど、いつも通りの生活を送っていたのですが、眠くなってベッドに横になったときに何かが焼けた焦げ臭い匂いがしました。匂いを感じ始めてから意識を失うように寝てしまいました。 夢を見ました。夢の内容は一年前のちょうどそのダムに向かった橋のところからの夢です。夢の中では自分がみんなを外野で見ている感じで要所要所で画面が切り替わって監視カメラを見ているみたいな説明がわかりやすいか わかりませんがそんな感じでした「あれなんだこれ」と思っていたら私たちがあの時と同じ行動をとり民家まで人往復するわけですが一つだけ違う点があるんです一人見慣れない老婆が 一緒に歩いてくるんです。夢の中では自分たちは気づいていなく淡々と進んでいくんですが、夢を見ている自分には老婆の声も聞こえてくるんです。ずっと小さい声で何かを伝えているのか、私たちに語りかけていたんですが、 よく聞くと、臭い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 。って、低い声で言いながら、ついてくるんです。縁になって、タバコに火をつけ、雑談をしているときに、私の夢の視点が、 円の中央に切り替わっていたんですが円になった一人一人にくさいくさいくさいと喋りながら一周二周とぐるぐると回っているんですそのうち老婆と夢の中で目があったんです 中央の視点に老婆が向かってきて、怖すぎ、くんな、と思っていました。完全に視点に顔が入りきった時に、画面をじーっと見つめ臭い、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  言っていました。その時点では自分は死ぬほど怖かったんですが、私たちが帰ろうと立ち上がった瞬間、臭い、臭い、臭い。<laughs> と、発狂し、 画面越しに睨み、発狂している老婆。逃げ帰る私たち。阿鼻教官の中、そこで意識が、ふっと切れて、目が覚めました。油汗をかきながら、息が上がり、涙目の私は起き上がりました。 怖かった。死ぬかと思った。と、安心していました。そのすぐ後で母が起こしに来たのですが、お前、部屋で何燃やしたのと言われました。タバコかとも思ったらしいんですが、 肉を焦がしたような、そんな匂いだったそうです。その後に、心霊スポットにいた友人に連絡を取り、聞いたところ、私と A を含む、計4人が、同じ日に同じ夢を見ていました。やはり、 同じ内容の夢だったそうで、みんな部屋が何かを燃やした匂いがしたそうです。この話を身内や他の友人にしたところ、同じ夢を見た、部屋で燃えた匂いがする、などという話を聞きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。くれぐれもご注意を。シリ 年末に私のおばあちゃんが亡くなりました一緒には暮らしていませんでしたが会いに行けば必ずお小遣いをくれたり夏には花火をしたりとても楽しい思い出がありました亡くなった時はとても悲しくて妹と二人でお風呂で 泣きました。それから私は上京してしまって、慣れない東京で忙しく、実家にも帰れず、お墓参りにも行けない日が続き、やっと帰れたのは3ヶ月後でした。いつも通り実家で妹とテレビを見ながら談笑していると、 携帯のシリが急に作動しました。ヘ、hey, イ、シリで反応しないようにその機能は切っているはずでした。そこにはありがとうと表示されていました。もちろん私たち二人もテレビ番組も 知りなんて一言も言っていないのです。ちょっと怖くなったのですが、これはもしかしたらおばあちゃんなのかなと思いました。怖くはないですが、これが私の体験した不思議な話です。 はいどうも皆さんこんばんは、ごま団子です。今回も誰でもカルト話を投稿、そして閲覧することができるホラーホリックスクール図書館より怪談話を3話読ませていただきました。どのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。ホラーホリックスクール図書館にはこの動画の概要欄に記載してある URL から行くことができます。 誰でもカルト話を投稿閲覧することができますのでよかったら是非来てみてください。はい。 いうことこで今回もここまでご視聴いただきまして、<laughs> 誠にありがとうございました。神々ですね。うんえー、この動画が少しでもよかったら、えー、高評価、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いつも皆さん、本当にありがとうございます。えー、そして、この動画の概要欄には、先ほどのホラーホリックスクールの図書館の URL とか、<laughs> 今日ダメだな <laughs>。 噛んでますねえー、とかいろいろ記載してますのでよかったら是非、えー、チェックしてみてください。はい、ということで、えー、ではまた次の動画もしくは生配信でお会いいたしましょう。ごまだんごでした。おやすみなさい。